ビジネスを行う際に最も重要となるのがそのロケーションです。事業拡張はもとより、その投資の意義を見出せるところ、そしてその回収率も高くコストも低い場所、加えて生活の質も考慮したいものです。ご安心ください。それは他でもないこの地に存在するのです。それはインド。驚異的な経済成長を遂げたインドは、今や世界中の投資家の注目を集める存在となりました。今なお拡張を続ける巨大市場と、若く才能にあふれた巨大な就労人口は、やはり投資家の興味を引きつけてやみません。そしてこの国の中でも最も強力なドライビングフォースとなっているのがグジャラートです。グジャラートはインドの西海岸に位置し、まさに海上貿易に最適なロケーションです。過去10年間においてグジャラート州は一貫して2桁成長を続けてきました。農業における成長率は 9.6%、 そして産業成長率は過去7年間でなんと 12% 以上、数あるインドの州でも最高の数字です。インドの牽引役として知られるグジャラート州が貢献する生産力並びに輸出力は甚大です。産業オペレーションや製造ではほぼ独占状態を享受し、数々のセクターにおいてグローバルエッジを維持しています。グジャラート州の人々が持つ起業家スピリットとダイナミズムが明確に現れています。それらをまさに DNA として持ち合わせているかのようです。チャンスをビジネスの機会へと直結させること、グジャラートは常に対極を見つめているのです。強固な礎、すべてを網羅した持続的な成長モデル、真にグローバルな展望、すでにグジャラートには世界のビジネスハブとしての必須要素が備わっているのです。そしてビジネスの拠点というだけでなく、生活の場としても最適の場所なのです。健全なビジネススピリット、快適な暮らし、豊富な人材、潤沢なインフラ、安定した電力供給、そして投資を促進する環境、さらに活力に満ちた行政とクリアな政治、実直な財政運営、そして何よりもおもてなしの心、これらすべてがグジャラートの発展に寄与しています。包括性とクリーンで環境に優しい技術開発によって、グジャラートでの快適な暮らしはまさにスタンダードとなっています。爆発的な拡大期にありながら、仕事と生活とのバランスが保たれた環境をご提供できるのもグジャラートならではです。過去4回にわたり開催された躍動するグジャラートグローバルインベスターサミットも、この州の驚異的な成長を支えてきたのです。そして来たる第5回目のインベスターサミットでは、まさに戦略的パートナーシップと重要な意思決定のクライマックスとなるでしょう。2011年に開催予定のこのサミットに向け、グジャラート政府は結集、討議、そして合意を実現させるプラットフォームを全世界の投資家に向けてご提供する所存です。私たちはグジャラートが世界有数の先進地になると信じている。ソーラーエネルギーやスマートグリッドが主流となるだろう。たくさんの人がインドの未来について尋ねるが、グジャラートこそがその答えを示していると思う。誰かが4500億ドルと契約書のサインを集めたら可能かと聞けば、できないと答え、この素晴らしい施設を182日で建てられるかと尋ねれば、できないと答える。しかし私はグジャラートで学んだことがある。モディズ・グジャラート首相の不可能は可能だということだ。もうすぐ
グジャラートは様々な規模のプロジェクトのリーダーシップを取り始める。地方を出て州で収まらず、国にとどまらずに、それ以上に広く、私もあなたたち全員もその変化の一部であることを誇りに思え。そしてよく知られている産業の成長だけではなく、目の前で起きている田舎の発展にも参加せよ。グジャラートはインドでビジネスをするのに間違いなく最良の場所だ。インフラ、人材、工業集積度、商習慣のどれも素晴らしい。しかしそれ以上に、州全体の発展に対するビジョンと政府の斬新なサポート体制が素晴らしい。アメリカの企業にこの素晴らしい州の希望輝く発展の物語を知ってもらうために、グジャラートにもっと光を集めたい。黒板にはカナダと日本がパートナー国家だと書いてある。私の2012年の目標は、アメリカがあなたたちのパートナー国家であることだ。グジャラートは6000万人の住人全員の人生、繁栄、機会の質に献身する。インドで最初の貧困から全員が解放されて生きている州である。グジャラートを見よ。今世紀のスーパーパワーだ。ビブラント・グジャラートは、グジャラートと日本を親密にしただけでなく、インドと日本の友好に貢献した。グジャラートはインド経済のエンジン。グジャラートの成功の迅速さは、首相の情熱と民衆のエネルギーにあってこそのものだ。来たる2011年で躍動するグジャラートグローバルサミットでは、多国間での投資提携の促進を目標としています。過去4つのサミットの大成功に加え、国内そして世界各国のリーダー、そして企業の意思決定者の参加表明を受け、この5回目のサミットも素晴らしいスタートを切れそうです。グジャラートはその600キロにも及ぶ最先端の産業ルート、世界規模のインフラを誇る6つの巨大都市地域、地域の暮らしの充実、そして前衛的な政策的枠組みにより、まさに世界の投資家の注目の的となっています。再生可能な資源とそうでない資源、それぞれを最大活用した発電、送電、そして配電の巨大なプログラム、州全体を網羅するガス、そして浄水網、人材の能力開発に向けた新しい研究開発施設の大規模な建設プロジェクト、今まさにグジャラートは世界のビジネスハブになろうとしています。私たちの躍進に、そして無限の可能性に、ぜひご賛同ください。あなたのアイデアを宝の山に変えましょう。